ストラテジー。絶えずね意識しているのは、こう潮の流れとはまたもう一つ加えて地形なんですね。っていうのも、例えば僕の右手から潮が流れてて、で自分の前に駆け上がりがこうあるといった場合に、この駆け上がりに潮が当たるんですよね。でそれで当たると、ここのところにこう湧昇流、湧き上がりが出るんですけど、ここにねベイトがたまるイメージになるんですね。で魚自体はまあ駆け上がりとか地形の変化につくんで、潮が当たって上がったこの上のベイトを狙うであろう魚、ここを意識してね釣ってるような感じなんですね。なんで潮がパッと効いて、まあ魚の反応がここに出るというイメージで通していく、これがね一つ、自分の中では水中のイメージになります。で加えて、こう潮の早い時間帯と遅い時間帯っていうのは、ベイトの密度がこう薄くなったり濃くなったりするっていうことを、まあ自分としてはイメージしてるんですね。でガツッと極端に多すぎるとまた釣りも難しいし、逆にバッと散らしてもさらにまあ難しくなる。じゃあ何が一番いいっていうと、このゆーっと密度が高まってくる過程、もしくは密度が高かったものがふっとこう散っていく過程で魚がこうアタックしてくるっていうようなイメージを持ってるんで、まあ、その地形と魚の、まあ、ベイトの密度ですよね、これを2つ、まあ頭の中でイメージしながらトレースしてくるといった感じですね。瀬戸大橋の方角から強烈な上げの潮がぶつけてくる下津井の沖磯猪の子。このタイミングで潮裏となる西側のエリアへと移動した。ちょっとね朝一番ね潮が当たる面、釣ってたんですけども、ちょっとねここの時間になってね、少しね鳥の気配、潮のね裏の方ですね、潮、ちょっとね移動して釣っていきましょう。潮の流れが強まり、ベイトが潮裏のポイントに集まってきたようである。狙いのメジロも回遊してくることに期待したい。先なんですけど、鳥がね、何羽かいましてね、その下でね少しね気配があるんですよね。ね、ああやって鳥が何羽かこう集まるスポットがね所々にあるんですよね。沖にいるのはイワシであろうか、サヨリやサッパの他にも多彩なベイトが混在している状況にあったのだ。そして潮の流れはさらに激しさを増していく。そしてポイントを移動してからおよそ2時間が経過した。
気配薄ですね。ちょっともう一回様子見ましょう。いやなかなかひどい。セオリー通りのアプローチが通用しない下津井沖、今度は上げの潮がぶつかる東側のポイントに移動した。だいぶね日も高くなってきたタイミングですね、ちょうどね、真ん中ぐらいの潮ですね、上げ始めてね、もうだいぶ上がってきましたけどね、ちょっとまた朝一番のポイントまで今戻ってきましたね。サヨリはね相変わらず足元いますんでね、でここでやっていきましょう。際についてるサヨリにね何かが出るんですね。サヨリはねごくごくちっちゃいね生まれたばっかの小魚をこう捕食してるんですよね。魚がいればですね、本流筋の中の上もちょっとチェックしてみましょう。潮裏と潮表のポイントを交互に探っていくメタルバスター沼田だが、朝から一度も当たりがなく何の手がかりもつかめていない。もはや絶体絶命のピンチであった。そしてこのポイントに移動してから1時間が経過した。むずい。いや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 難しいですね。少しちょっと様子見ます。ネットすいません、ありがとうございます。ちょっとだけ休憩しましょう。難攻不落の激流地帯下津井沖、攻略することができるのであろうか。プライムタイム。今からチャンスは2つで、1つはねこれからしばらくすると潮が入れ替わるんですね。そして今まで、右手から左手に走ってた潮は今度逆に左手から右手に走ってくると、いった形で、まあ、潮止まり含めては潮が変わる瞬間、そこに一つチャンスがあるかなと。で最終的にまあ一番大きいチャンスは、まあ、このところね、このエリアで、まあ、一番当たってる時間という形で夕まずめですね、まあ、夕まずめになって魚が刺してきて、まあ、そこで捕食の時間になってくると、まあ、一番大きなチャンスが来るかなというふうに思います。潮が満ち、
周囲のポイントはほぼ水没。次の地合である満潮前後の時間帯をじっくりと探るため、しばしの休憩を取る。しかし撮影スタッフはこの時間を利用して海の様子を収録。休憩もせず仕事熱心な人間である。すると、よし来た。休憩してたらいきなり来た。潮が今変わったタイミング、しばらく来たところでね、この規模の油はすごいですね。あとはね、足元が少しね、目がきついんで、ここは少しね、強引にね、上げないと。よし、おー、いっぱい来た、すごい。いやー、嬉しい。いやー、やりましたね。いやー、あのナブラはすごい。よし、はあ、いやー、嬉しい。長かったですね、この一本までがね。もうすごい規模のナブラが一気に出ましたね。ジグはね、2019年新しく出るこれプロと、マッシブの60、うっ、一発でしたね。いやーね、流れのディファイト見せますよね。うわー、うれしい。タイドグラフが示す時刻より随分と早く潮の流れが逆転し始めたのだ。恐るべし下津井沖。朝はね、右手からこう流れる潮、上げの潮、今下げに変わって、ね、左手が今度流す潮なんですけど、釣りが立ってる島に当たってね、かなり流れが速くなるんですよね。でそこでちょうどナブラが出たのは、ね、その流れがちょっとこう緩くなるあたり、今までこう広範囲に散ってた魚がこう一気にふっとこう集まったような、そんなイメージの出方ですよね。いやー、あんだけの規模のナブラはあんまり会えないですよね。いやー、それにしてもすごかったな。一瞬ね、で出てパッともう収まってしまいましたけど、魚はねまだ、入ってそうですよね。いや、正直もうちょっと魚のこうボリュームというかね、数の規模はもっと小さいのかと思ってたけど、あの量を見ちゃうと、複雑な潮の流れに翻弄、難攻不落の下津井沖を攻略することができるのか。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。